未来のためにできること、省エネロボットで製造業の効率アップ。でもどうやって？大久保茂樹です。近畿大学工学部プレゼンツ、未来のためにできること。今回はロボティクス学科を見ていきたいと思いますが、まずはどんなことを学べるのかというと、ロボット製作を通じて機械、情報、電気、電子の複合技術を身につけ、メカトロニクス技術者を目指すという学科なんですけど、もうドーンとこれぞロボティクス学科というものがあるんですが、こちらは人間の上腕を模倣したロボットになります。これはだから僕で言うとここの部分っていうことですよね。はい、そうです。じゃあちょっといいですかね。パワー、すいませんついつい僕の中の中山きんに君がここの部分を作ってるってことですか？そうです。人間筋肉があって筋肉で動いてるんですが、このロボットはその筋肉をワイヤーとして、ワイヤーの張力で動くロボットになっています。はあ、なるほど。だからワイヤーが何本も張り巡らされてるってことなんですね。はい、そうです。ちょっとおお、今だから人間でいう今こういう動きをやったってことですね。はい、そうです。これは張力を発生させるためにぶら下げてるんですが、バランスを取りたい姿勢のところで釣り合う張力を計算してまして、はあ、だ今これがちょうど定位置っていうか。そうですね、90度を定位置にしてます。こういうの何ロボットっていうんですか？筋骨格型ロボットと言います。このワイヤーの部分が動く時のその筋肉の剣みたいなことになるんですか？はい、そうです。まあ主要な筋肉をちょっと模倣して、これは6本の筋肉で動くロボットになってます。私がちょっと今センサーを使わなくても制御できる手法をやってまして、一定の張力でもできることを示すために、ちょっとモーターではなくて重りで一定の張力を発生させてます。ただ先生、やっぱセンサー使ったりとかモーター使った方が楽じゃないですか？あ、それはもちろんそうですただやっぱセンサーはちょっと遅れたり壊れたりする可能性もありまして、はい、それセンサーの使ってる制御手法と組み合わせることで、例えば緊急時の回避動作とか、はい、暴走を抑えれるように使えれるんじゃないかなというふうにも考えてます。より人間的な、人間に近い感じってことですか？そうですね、なるべく滑らかな動作をできるように目指してます、はい、でも実際にこれが実用されるようになっていくと、本当こんな形で砂を入れながらとかって調整していくんですか？あ、いや、できればモーターでちゃんと動かしたいなとは考えてるんですが。でもそのモーターで動かしながらもそのワイヤーを使っていくっていうことは、全部そのモーターで使う機械より何が利点としてはいいんですか？実際にモーターを使う場合はこの関節部分にあるんですけど、関節にモーターがあるとちょっと硬い動きになってしまうんですよね。なるほど。力強い動作をさせようとするとより硬くなるんですけど、はい、これは引っ張る張力によって硬さを柔らかくしたり硬くしたりすることもできるんで、そういったメリットはあります。先生、実際にこのロボットが実用化されるとどういったところで必要とされるかっていうのはあるんですかね？最近は人間と同じ空間で動くロボットを、が開発されてるんですが、このロボットは比較的従来のロボットに比べると柔らかい構造になってますんで、例えば介護ロボットとかですと、なるべく人間に危険性がないロボットが必要となると思いますんで、そういった場面で活用できたらなと考えています。さあ、松谷先生、これは一体何ですか？こちらはパラレルワイヤーロボットと言います、はい、で先ほどと同じように張力で動くロボットになってます、はい、これ先生、なんかワイヤーが張り巡らされてて、どこにトム・クルーズいるんじゃないかみたいな感じになるんですけど、おおなんか引っ張り合ってる感じがしますね。はい、そうです。この真ん中の棒は今どういう風に動いてるんですか？今は円軌道を動くような軌道制御を行ってます。なるほど。じゃあこちらのパソコンにプログラミングっていうか打ち込んで、で今円をこうやって腕が動くような形をやってるってことなんですね。はい、そうです。だってこっちから引っ張ってこっちから引っ張ってこういう動きするっていうのを計算してるってことですもんね。はい、そうです。これ先生が作られたんですか？いや、研究室の学生が実際に作ったものになります、はあ、じゃあ実際に学生さんも近畿大学工学部ではこういう研究がもうできるってことなんですね。あ、はい、そうです。
ロボットとしてはどういうロボットにしたいみたいなのがあるんですか。こちらにハンドをつけて、下に流れてきたものとかを掴んで別の場所に動かすとか、はい、今工場とかで採用している一般的なロボットっていうのは結構大きいロボットになるんですが、はい、車とかを組み立てるのはそれで全然大丈夫だと思うんですけど、小さい電子部品とかの移動とか軽いものの移動の場合はちょっとそれでやっちゃうと、オーバースペックなところが考えられますんで、こちらは軽くて消費するエネルギーが少ないんで、はい、これを実用化することができたら省エネ化ができるんではないかなと考えてます。いや先生はもう来た瞬間から僕にも優しいですけど地球にも優しい方なんですね。ありがとうございます。従来のロボットですと、はい、動く部分にモーターがあって、そのモーターも含めて動かすためちょっと大きいエネルギーが必要になるんですが、それに比べるとこちらはモーターと動く部分を分離させてそれをワイヤーを接続することで動かすことができますんで、軽量でコンパクトにできるので、その分従来に比べると少ないエネルギーで同じ動作でも動かすことが可能になると思います。それでは先生最後にこの動画を見てる高校生たちに、はい、一言メッセージいただいてもよろしいですか。はい、ロボティクス学科ではロボットを通して機械、電気、情報について学ぶことができます。そのため、ロボティクス学科ではロボットしか作れないということもなく、ロボット系の就職先しか就職できないということもなくて、さまざまな分野で活用できる技術を身につけることができます。ちなみに僕はエヴァンゲリオンが一番好きなんですけど、先生好きなロボットは何なんですか。ロボットというかアイアンマンの